田舎のおばあちゃんの増山です。今日は今までね作った型紙の中で自分がね着やすかったもの、そういった型紙をね、これを有効に活用しまして、季節によってね、素材とか柄によってね、同じデザインでも趣がちょっと変わりますのでね、袖を長くしたり短くしたり、丈を長くしたり短くしたり、そんな風にしてね、有効に活用していただきたいと思います。それではね、今回男物ね、男物の夏物の着物を利用しましてリメイクしたものがあるんですね。それは1枚の着物からね、同じ型紙を使いまして2枚作りましたのでね、ご紹介してみたいと思います。私がね、いつも愛用してね、年から年中同じデザインのものなんですけれども、素材を変えてね、何枚か作ったものもありますので、それを紹介しながらね、型紙をね、有効に自分なりに活用していただきたいと思います。私のね、お気に入りの型紙はこれなんですね。前身頃の方はね、こういったマッチが入ってます。こういったものですね。そして前の方はポケットをここに入れまして、あとは肩のところにダーツを入れてますね。そしてこの襟のところはね、後ろが立ち入りになるような感じのものに仕上げて、夏でもね、この後ろ側がね、直射日光を当たらないように、そういったものを考えて作りましたので、これはね、年中着てでもね、やはりとってもね、私は着やすいし、とっても気に入って何枚か作ってます。これが前の方なんですね。それから後ろの方はこういった形でね、これは襟のところ後ろが立ってますけど、そしてここにね、こういったマチが入る。それから袖を長くしてあればには、こういった袖をね、そしてこの袖の長さはいつもね、この長さではなくて適当に短くしたり、あるいはここにねカウスをつけて長くしたり、あとこの部分をね、袖が入ればいいですので、袖つける部分も今回は30センチで取りましたけれども、だいたい25センチぐらいからね、体型によっては大丈夫ですので、そういったことをしてもね、袖の感じは変わると思います。そんなことでね、同じ型紙を同じ格好で使わなくてもね、裾を少し広げたり狭くしたり、丈を短くしたり、そういうことでね、臨機応変に楽しんで使えばね、とっても楽しいリメイクができると思います、はい。今ご紹介した型紙で作ったものがね、これがシニックなんですね。こんな感じで、一番ね、最新型です。私の最新型なんですけれども、こういった形で前の方にはマッチが入ったりね、ここにはファスナーがこう入って着やすくしております。それから前の方にはこういったポケットがありますね。肩のところにはここにはダーツが後ろと前に入っております。そうするとね、とっても私みたいにね、肩にちょっとボリュームのあった方はとっても着やすくなります。それから袖の方はこんな感じでね、大体長袖になります。短い時にはこの分でね、半幅物でカウスを作ってね、ここで長さを調整しております。これがね、夏物の男物の着物で作ったんですね。ですからとってもね、涼しいです。ちょっとね、シャのような感じなんですけれども、こんな風にね、とっても薄い、透けるような素材で作ってます。肌にはね、本当にこう、麻のような感じでね、ベタつかないですし。こういった感じで。
それからね、同じ着物1枚からこの血肉、だいたい丈が85センチなんですけど、仕上がりね。これと、それからね、あとはこういったベストができました。同じ型紙です。袖がありませんので、これはこれでね、結構重宝します。ちょっとお出かけするときにね、もう羽織るだけで十分ですので、私はこのデザインがとっても大好きです。はい、これはね、ちょっと前に作ったやつなんですけれども、やはり同じね、型紙で作ったもので、これは紡ぎ地ですね。紡ぎ地を使いまして、竹の方は全く同じ寸法です。こんな感じでね。とてもね、この紬も軽いですし、シルクですのでね、ほとんど年中着れると言ってもね、過言ではないと思います。裏はついておりません、これはね。とてもでもね、重宝してます。やはりセーター縫いとかね、年中本当に、真冬でも大丈夫ね、着れますので、こういったものは一番ね、チニックの方は利用価値があると思います、私はね。それからやはりね、同じ型紙でこういったね、ベストを作ってます。ベストを作って、これにはね、両方にこういったね、ポケットが入ってます。あと、前の方にはね、年齢的にこのファスナーが入るとね、とっても着やすいので、私は必ずね、前中心にはファスナーをつけて仕上げております。あと袖口の方はね、こういった感じで袖口布をちょっとね、力につけまして、ここにこういったスリットなどを入れてね、これは好みでいいですけども、ですから同じ型紙でもね、こういったところで裾の方にはこういったバイアスをね、やはり生地に制限がありますのでね、余った生地をうまく砂に合わせたりね、そういうふうにして作るのもね、楽しいっていうか、なるべく生地は残さないように有効に使ってます。それから3枚目ですね。3枚目の方はやはり同じ型紙なんですね。これは模様がまずね、縦じまになってますけど、それからね、生地ね、生地がどちらを先に作ったか分からない。こういった感じでね、ある生地を使うとね、まともに取れないところもありますので、そういった時には、左右ね、対称になるようにいろいろ考えてね、生地を有効に使って作ってみました。ですからね、作るものによっては丈を少し短くしたりね、そうすればね、2枚作った時も丈の調整はできると思います。それから袖の長さとか、それはね、臨機応変に自分の着たい季節に合わせて作っていただければいいと思います。もう1枚の方は同じね、同じ着物からこんな風に、こちらはね、長袖のものがね、こんな感じでできました。ですからね、デザインによってはね、袖両方取れたり取れなかったりもありますけれども、そういった時には丈を調整したりしてね、やれば本当に楽しいリメイクがね、できますし、あと柄によってはね、横にしたり縦にしたり、これなんかもね、横にしたり縦にしたりなんですね。ですから本当に余った生地をね、自由自在につけたような感じの洋服になってますけど、これはこれでね、手作りだと思えばね、愛着を持って着てます。こんな感じです。これも紬になりますのでね、とってもね、軽いし丈夫ですし、洗濯もね、気にしないで普通に洗濯できますので重宝してます。はい、こういうことでね、自分マイ型紙をね、一つ持っておりますと、いろいろとね、自由自在に長くしたり短くしたり、襟元をね、開けたり、そういうことでね、
変化をつけることによってね、イメージも変わりますし、また型紙を作ればね、寸法もね、型紙なしで切るよりはきちんとできますので、一つの型紙を自分自身ね作りまして、そしてリメイクを楽しまれるといいと思います。次回はね、自分に合った型紙ってどうすればいいんですかっていうことがあったんですけれども、そういったこともね考えてこれからご紹介していきたいと思います。以上で今日は終わります。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。